続いては去年秋の県大会ベスト8の掛川西とシード校浜松工業の伝統校対決。1回浜松工業は掛川西のエース岩沢を攻め、ランナー1塁3塁とし5番鈴木。お願いします。ここはライトフライに倒れ先制のチャンスを逃します。掛川西は3回ランナーを3塁1塁の場面で打席には4番ハキリ。ライトへの犠牲フライで掛川西が先制します。5回掛川西はワンアウト満塁とし5番の山本、サードゴロに打ち取られダブルプレー。リードを広げることはできません。追いつきたい浜松工業は7回エース細久保がセンターオーバーのツーベース。ツーアウトながら一打同点のチャンスを作ります。続く8番島村、自慢の強力打線もあと1本が出ずリードを許したまま9回へ。掛川西は3人目のピッチャー山本が浜高の中軸を三者凡退に抑えて完封リレー。掛川西が4回戦に駒を進めました。